はい、漆喰を塗ります。今回使うのは漆喰コテ押さえ、幸運っていうところの20キロ入ってるものです。これは建材店とかホームセンターに売ってます。値段は2700円から2900円でしょうか。今回もぐるぐるマシーンで混ぜます。これから天井を塗るので足場が進化して安定しました。固定板に漆喰を乗せます。欲張ると運ぶ間にこぼれてしまいます。さっきのドロドロでわかるように、漆喰を真上に塗るのはとても大変です。すぐにコテから滑り落ちて下手をすると頭の上に降ってきます。天井の作業は肩こりと首が痛くなるので、とりあえず何でもいいから終わらせてしまいたいとかなり雑になります。今度は壁です。天井の跡なのでとっても楽に感じます。最初のボロ屋1号で古民家の修復を始めた時、担当者がボランティアをたくさん集めてくれました。解体から始まって石膏ボード貼り、ペンキ塗り、他にもいろいろ募集があったんですけれども、その中で漆喰が一番の人気でした。ただしスピードも出来栄えも一番差が出るのが漆喰でした。和風でも洋風でも漆喰の壁は個人的にとっても好きです。下手くそでも手作り風ということで味になります。和風の壁だと何度かコテで押さえてペタッとまっすぐに仕上げると思うんですが、今回この部屋は洋風なのでざっくりした感じの塗り方にしてみました。とりあえず普通って感じです。漆喰はこの見た目からは想像できないと思いますが、乾くまでの間とっても生臭い匂いがします。しばらくはこの臭い家の中で生活しないといけません。はい、出来上がりました。まだ養生テープを剥がしてないので、なんかベローンとした紐がぶら下がってます。
るわ、この日。ここのこっちだ。お待たせしました。土曜会議です。整理券をお取りください。
網の到着。今から温泉に行きます。